いや、本当に寒いね。こんばんは。今コート着ると真冬越せないのではとか思う。私も一緒です。なんかあのさ、なんていうの、そう、そういう考え、とりあえずそう、今来たらなんかちょっと、もうちょっと寒くなった時に本当に耐えられなくなったらどうしようってなって、一旦やめるみたいなありますね。寒い、本当にもうやだ、足が冷たい、足先が。こんばんは。こんばんは。寒い寒い。うん、もうあったかい布団出そうかな。でもね、10月だからな、ちょっと迷うんだよな10月だからな、まあもう終わっちゃうけどね、10月もう11月になっちゃうけど。だよね、迷いどころですね。11月に入ったら出そっか。そうする。こんばんは。 FC 岐阜楽しみにしてるよ。来てくれるんですか FC 岐阜。嬉しいです。こんばんは。カジカードが出ません。出してください。なんかさ、すごい、なんか、インスタのさ、ストーリーにさ、あの公式のインスタの方が、SKのね、タグ付けしてくれたので、それをね、ストーリーに追加したんだけど、そう、なんか、めっちゃ回したのに全然出ないみたいな言われて、そんな出ないもんなんだなと思ってそう、でもさっき見たらチェキセットかなんか1個減ってたから、やっとかと思って。結構さ、なんかすごいみんなが回してくれてるから、なんかどんな感じなんだろうと思ったけど、そんなに出ないものなんだねそう、なんか難しいですね。一旦あれにしてみたら、これが欲しいと思って引くからいけないかもしれないんで、まあどれでもいいやっていう無欲で引いてみたら、もしかしたらいいの当たるかもしれないから、やっぱいいって言うじゃないですか、そっちの方が一旦そういう気持ちになってみてはいいんじゃないかな。ギフトありがとうございます。ありがとう。ハンガーなくてびっくりだった。ハンガーはちょっとちょっとちょっと勇気が出なくてやめました。でもハンガーいけたよね。C 賞ぐらいにすればよかったかな。チェキやめればよかったかな。で、今すごい後悔してます。そう、チェキとハンガー交換でもよかったなって。ハンガーでも作れるのかな。なんかさ、事の始まりが去年の
シークレットトレインの時だったんですけど、そう、シークレットトレインの時にハンガーを作ろうみたいなグッズでね、そうそうだったんですけど、そうダメですってマネージャーさんに言われて泣く泣く買えちゃったんですけど、ギフトありがとう。そう、なんかチェキを本当は D か DABCD だな D ぐらいにしたかったんだけど、あのアクスタみたいになんか量産できないと無理って言われて、確かにチェキは量産できんなと思う、どれだけさ写真撮っても撮っても多分足りないからそう足りないからちょっとね無理だったんだよね。こんばんは。そうチェキセットなんでね、まあ何枚セットかは多分は決めてない、わかんない。てかさ首痛いんだって、めっちゃ痛いの。そうこうやってやると いかん。アクスタは画像はイメージなのであれのアクスタではないんですが、楽しみにしててください。1枚じゃないんだね。550円のチェキ高くない？だってわかんないけど高くないですか？こんばんは。こんばんは。寒いね。寒いね。ギフトありがとう。ありがとうございます。こんばんは。あーこのショールーム始まる前にブログ書かなきゃと思ってたのに忘れとった、やっちゃったね。嘆きのゆずちゃんってフィギュア衣装ってこと？そうそういうことです。嘆きのフィギュアの衣装を着たゆずちゃんっていう意味。そう今度着るんだよね、11月の3日かなに乙女のトーク会の時に着るので、その時にちょっとねいっぱい写真を撮っておいて、あのアクスタの素材を撮ります。ギフトありがとうございます。ありがとう。ゆずぽの髪がサラサラツヤツヤだけどヘアオイルどこの使ってやるか教えてください。ヘアオイルはミルボンってところのエストクアルってやつです。白いキャップの透明、本体が透明の長方形のやつで、あのサラサラタイプ使ってます。ご参考までにいざお風呂上がってで化粧水つけて、あの乳液を、じゃあ化粧水をつけてる間につけます。ヘアオイルは結構早いタイミングでつけないとパサパサしちゃうので、髪がお風呂上がりだとね。あ、ネットでしか売ってないのでぜひネットアマゾンとか多分探したらすぐ出てくると思うけど、ネットで探してみてはいかがでしょうか。よろしく。
泣く泣く選んだステッカーは半目とかですか？いや違いますよ。違う、そういう意味じゃなくて、泣く泣くはあれです。本当はステッカーが嫌だったんだけど、ステッカーしかもうなかったんですよ、候補が。もう他に生写真か缶バッジですって言われて、生写真は自分で撮らなきゃいけないし、缶バッジは別にって感じだから、っていう意味の泣く泣くステッカー選びっていう。ネーミングはファンの方から借りました。そう、いや半目のステッカーとか誰がいるのよ、いらないでしょ、やだわ。ステッカーはでも私がこうやってやってるステッカーと、こうやってやってるステッカーと、生誕 T のデザインのハートのやつをステッカーにするつもりです。多分3種類ぐらいある。こんばんは。そのつもりです。ステッカーでも3種類セットにした気がするんだけどな。ステッカーだってさ、1枚550円ってやばくない？どういうステッカーだよって感じじゃない？多分ステッカーセットにしたはずなんだよな。3枚セットにしますかって多分聞かれて、そう、それにしますって言った気がするから、多分1種類じゃない。え、ランダムって書いてある。そう、なんでそんな伝わってないんだ。どういうこと、どういうこと。3枚セットにしたかったんだけど。え、めっちゃ嫌じゃない？え、どうしよう、何それ、聞いてないんだけど。マジか。ちょっとショックなんだけど。嘘だろ。待って待って待って、ちょっと待って、一回明日確認します。すいません、いろいろなんか確認したいことがありすぎてさ、やばいね。なんかさ、 F 社がさ、 F 社で550円がちょっと私許せないんだよな。いや参加賞でいいじゃんね、 F 社は。いやなんか申し訳なくなってくる、ただのね普通の写真が550円って。うん、15分だって早いね。こんばんは。優しいって。いやでもなんかそうじゃない、だって高くない？画像20種類ぐらいありますね。めちゃめちゃかき集めたので。そう、かき集めて、頑張ってかき集めて、もうギリ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 20枚集まったぐらいだったので、本当にもう危なかった。30枚とか言われてたらちょっと本当危なかったんですけど、よかった、20枚で。そう、20枚あります、画像は。こんばんは。そう、ダチョウでね、そう、そう、私ダチョウのさ、去年じゃないわ、今年のさ、ココフラのツーショット会でさ、そう、ダチョウの写真を間違えて全部消しちゃったので、そう、そのダチョウがあればそんな困ってなかったんだけどね。まだまだ出したようなのにちょっと救われた感あるけど。あとはチーム S のゼロポジのお疲れ様会の写真も入れたし、あとは普通にトーク会の日に普通に来てた
衣装着る予定だったけど普通に着てた私服でそのままパシャで撮ったやつもあるし、いろいろとりあえず入れましたね。かゆい、私服がレアリティ高めな気がした。私服確かに取らんからな。こんばんは。寒くない？寒いですとても寒いです。何これってぐらい寒い。やだな。寒い。遠くからね、確かに私服全然私着ようとしないからね。そう、本当に私服着ないからな。次のシングルでじゃあ着ます、私服は。そうしましょう。今レシート見て今日の出費記録してたらレジの店員さん石黒さんだった。素敵。私もたまに行くスタバ石黒さんいる。そう、たまに行くとき毎回その人いるんだよね。でもベテランさんなんかな、絶対いるんだよな石黒さん。こんばんは。次の読解決まったらすぐに衣装会議始めそう。いやー、もうなんならず次聞きたいもの決めてんだよね、ちょくちょくね。ちょくちょく決めてます。ブログって締め切り何時か決まってんの？そう、今のブログ怖くてさ、なんかツイッターかなってぐらいマジで秒で上がるの。なんか結構前ってか本当になんかさ、なんか結構っていうか何ヶ月前、1ヶ月前くらいまでは別にそんなことなかったんですよ。更新して送ってから1時間ぐらい経ってから上がるみたいな感じだったんだけど、最近本当に更新ボタン押したらすぐ上がって逆に怖い。誤字脱字とかないかなとかさ、そう、なんか書いて、なんか情報解禁されてないもの書いちゃったりしてないかなとか、そう、急に不安になるんですけど、そう、急にね、パッてね、そう、上がるんですよ。そう、ほんとすぐ上がるようになっちゃって、まあいいんですけどね。今日はまだブログを書いておらんので、このショールームが終わったら書きたいと思います。はい、こんばんは。
うわ寒い、足が冷たすぎる、つま先がめっちゃ冷たい、寒い。こんばんは。あー床暖房いいよね。いい。ルームスリッパあったかいよ。石黒家ねスリッパ禁止なんですよ。そう禁止なのよ、ないのよスリッパ文化がねそもそもなくて、家でスリッパ履いたことない。おやすみ。そう履いたことないんだよね。まあ理由ははっきりと分かんないんですけど、そうスリッパ禁止なんです、石黒家とりあえず禁止らしい。そうだから私は朝起きたらほんとすぐ靴下履いて、もうお風呂入る直前まで靴下履いてます、寒いから。でもなんか寝るときに靴下履いて寝たいんですけど、よくないっていうよね、寝るときに靴下履くと。だから履かないようにしてる、たまに履いちゃうけど。幕張暖かかったのにね。え幕張まだマシだったのにね、なんかめっちゃ寒くない？なんで？マジで寒い。こんばんは。40分か。何時に終わろうかな。41分になっちゃった。55にしよう、今日も55にします。こんばんは、ギフトありがとうございます。かぼちゃがハロウィン、あ、そうだ、今度ね岐阜県だって地元ですに出演するらしく、その収録がもうちょっとしたらあるので、お便りが送れるらしいんで、みんな送ってください。私の生誕の日までです、17時までは送れるらしいので送ってください、よろしく頼んだよ。めちゃめちゃ久しぶりなんです私、岐阜県だって地元です出るの。そう本当に久しぶりなの、本当に本当に久しぶりだから、本当にいつ最後か分かんないのよ。すごいお風呂の音。お風呂が沸いたそうです。そう岐阜、岐阜ちゃん3年ぶり、そう多分それぐらいぶりに出るかな。すごいよねなんか嬉しいわ。なんかでも2じゃないよとかみたいにさ、なんか毎日とかあるものでもないからあれだよね。確かに回ってくるのなんかあるよね。私結構収録するじゃないですか多分同じメンバーで、ギフちゃんさんってってください。まだ収録すらしてないけど収録すらしてませんが聞いてください。こんばんは。
5人一緒に出演かな。今ってギフちゃんさん5人でやってんの？3人じゃないんだ。3人のイメージなんだけど最近違うんだ。岐阜の栗きんとん美味しい。あれだよね、川上屋だっけ、それじゃない？いいよね栗きんとん、3ヶ月に1回ぐらい食べたくなる。うん、3ヶ月に1回ぐらいでいいかなっていうぐらいには好きです。すごいなんかあれじゃないですか、パサパサするじゃん口の中。そう、その感覚がね好きじゃないんですよね。でも味は好きなのよ。そうだから3ヶ月に1回ぐらい食べたい。ナッツ類に近いからね。うーん、苦手なんだよねそういうの。ピーナッツ以外は食べれん。おせちの栗きんとんが好き。いや、それはわかります、それめちゃ好きですもん。おせちの栗きんとんは私が全部食べるっていうぐらいの勢いで食べるもん。毎年一緒。モンブランも好きだけど半分でいいかなって感じですね。ケーキは半分でいいやってここ最近思い始めた。ほんと胃がもたれちゃう、甘すぎると。こんばんは。大学芋とかはどうなの？大学芋はさつまいもなんで好きです。こんばんは。リプトありがとうございます。ありがとう。大学院もいいよね、食べたい。また蚊に刺されたかもしれない。めちゃめちゃ痒い、足が最悪だ。鬼まんじゅうは食べますか？苦手です、鬼まんじゅう昔から苦手。なんでか分からんけど、なんでなんだろう。でも苦手です、すごい。鬼まんじゅう食べれん。おはぎとかもねダメ。そう、おはぎもね、うん、食べれん、無理ですね。こんばんは。てか蚊ってまだ存在するんやってぐらいなんだけど、もうなんかいないと思ってたわこの時期。うん、なんなら思いっきり刺されとる、最悪だ。ギフトありがとうございます。チーズ大福は何それ？でもあれが好きです、もみじまんじゅうのチーズ味、めっちゃ美味しい。マジで美味しいから食べてみてほしい。いいな、もみじまんじゅう食べたいな。甘いもの苦手。なんか程よくならいいんだけど、マジでド甘いとかは本当に無理かもしれない。そう、ド甘いのは無理だけど、普通になんか一般的に甘いとかなら大丈夫です。
そう、なんか極端にすごいなんか生クリームが大量にかかったパンケーキとかは多分もうダメだね。年ですね。無理ですね。私カヌレとかもねダメなんですよね。カヌレって甘いじゃん多分。カヌレねちょっとダメだった。カヌレもまあ栗きんとんと一緒で3ヶ月に1回ぐらい食べたいかなっていう感じなんですけど。クレープとかも食べれない、甘いから。そう、クレープも食べれんのよ、クリームがいっぱい入ってるから苦手ですね。味は好きなんだけどね。そう、あのなんていうの、量が多すぎたりすると苦手。20歳になったらお酒よく飲みそう。どうだろう。たけしは強いです、ママは弱いです、私はそこどっちに転がるんでしょうか。こんばんは。女の子は甘いものが好きってのは大切ではない。え、でもなんか私的になんか結構男性の方でも甘いもの結構食べれるみたいな人多いよね。いやなんかすごい思うんだよね最近。そう、なんか私よりいけるやんみたいな。お酒飲んだらずっと笑ってそう。いやマジ寝なければいいなって思ってます。こんばんは。そう、お飲み物好きでしょ絶対。だってほらほら、絶対ゆずより食べれるやつじゃん。いいね。ゆき。ゆず、甘いのも無理だし、辛いのもダメなんだけど、何？何？赤福一箱一人で食べる。えぐいねそれは。私一個で十分なんだけど。この間卒コンのなんか差し入れかなで赤福いただいたんですよ。本当にこれぐらいのサイズのやつ。いやもう一個でいけるやんって思った。これは1個でいいじゃないと思って。そう、2個入りだったんですよ、ちっちゃいのだから。すごいいいなと思ってたけど全然1個で足りました。そう、それを1箱。そう、髪の毛伸びてはね、伸びてますね。最近伸ばし中なので伸ばしてます。赤福氷食べたことある？食べたことあるよ。めっちゃ美味しいよね赤福氷。好きです。あの隣になんかさ、ぜんざいとか頼むとさ、あの梅干しとかついてくるじゃないですか。それがそっち目当てで食べたいぐらいには好きですね。なんならなんかぜんざいよりそっちみたいなところはある。そう、しょっぱいものがさついてるじゃないですか、そういうすごい甘いものとかって。そっちの方が好き。名古屋駅で買ってます。名古屋駅買えるんだね赤福。いいね赤福氷は。よくではないですけど全然食べます。好きですね。美味しいよね赤福氷。寒い。
本当に寒いな。なんだろう。この後はマスカットを食べてからお風呂に入ろうと思います。ピオリン食べたことある？ない。でピオリンチャレンジみたいなのあるんでしょ。そう、なんか知ってます。名古屋宮城やゆかりのエビせんべいが好き。美味しいよね。ゆずさん、絶品？8期の絶品の時それ差し入れで持ってったんですけど、余った分全部泉ちゃんがもらってくれて、これ好きとか言って全部持ってってた泉ちゃんが。いや全然食べななって言っても、持ってってあげ持ってあのあげたんだけどさ、そんなに好きなんだと思って。そう、ういろうは小学生とか中学校とかで給食でよく食べてましたね。ういろうはよく出てました、給食のデザートみたいなのに。ういろうがよく出てた。白色かな、白色のういろうがよく出てました。白かピンクかどっちか出てました。懐かしい。私にもそんな時があったんだって思うとなんか悲しいね。いや給食ももう私食べれないんだってさなるとさ悲しいよね。まあいいんだけど。こんばんは。もう10:56や。じゃあそろそろ終わります。ありがとうございました。明日は18時30分から手をつなぎながら公演見てください。ありがとうございました。バイバイ。また明日手つな見てね。ありがとうございました。あとみんな生誕くじ頑張ってください。弾けたいものが弾けるまで頑張ってください。まあ、ほどほどにですね、生誕くじはね。ありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。また明日。バイバイ、ありがとうございました。また明日ね。ありがとうございました。バイバイ。